前回のラブライブサンシャイン、空の世界に迷い込んだ私たちアクアの9人、団長たちとのシャイニーな出会いを果たし大冒険を繰り広げたの。その後、戦勝獣ニヒリスの力で沈んでいたテノシーの町に活気が戻り、私たちはそこでライブをすることに。私たちと一緒に歌うルリアちゃんたちの衣装を作るためにヨロズ屋さんから素材を買おうとしたけれど、ふむふむ、私たちの求めるものはこの世界ではとっても貴重だったみたい。でも私たちにそんなお金はなくて、ふむふむ、うまくいったら。そう言ってシェロさんが提案してきたお仕事は海の家。こうして私たちアクアはヨロズ屋さんに紹介された海の家で依頼をこなすことになりましたの。それでどうやって食材を集めるんですの？どうするの？それを私に言われてもな。ダイヤは何かいいアイディアないの？あったらこんなに困ってませんわ。だよね。あ、そういえばこの辺は貝とかカニが有名だってシェロさんが言ってなかったっけ？貝、カニ。そういえばそのようなことを言っていましたわね。それと確か大きな魚が釣れるとも。魚？マリン？そうです。私たちで魚や貝やカニを取ってシャイニーを作りましょう。そうすれば繁盛すること間違いなしです。シャイニーって海の家のアルバイトで作った高級食材のごった煮ですわよね。イエス。本音を言えば貝やカニ、魚以外にお肉も欲しいところだけど、でもまあそこはしょうがないです。あのさ、貝はともかくとしてカニや魚はどうやって取るのよ。カナンとダイヤがいるんだから大丈夫です。ちょっと丸投げしないでよ。わい、カナンなら潜れるし、ダイヤも家が網元なんだから余裕で魚ゲットできるでしょ。ぷっぷーですわ。そもそも網元は漁師をまとめ管理するのが仕事ですわ。実際に魚を取るわけではありませんのよ。ならカナンは。私もダイビングの経験はあるけど漁なんてしたことないよ。そもそも水着もないのに潜れるわけないでしょ。それなら仕方ない。プラン変更です。というわけでフィッシングをしましょう。ですが釣りだけで素材を集めるのは。とりあえずやってみましょう。そうだね。今のままだとただ時間が過ぎていくだけだしね。確かにカナンさんの言う通りですわね。でもさ、マリって釣りをしたことあるの？ないけど。どうして？大丈夫かな。わい、カナン何が大丈夫なの？いやまあすぐにわかるよ。フィッシングしないの？貝とかカニとかを集めるついでに釣り餌を集めちゃおうかなって。なるほど。っていうかカナン、何を餌にしてフィッシングをするの？小さなエビとか貝とかカニだよ。あとはこれかな。何それ。オーソドックスな釣りの餌ですわ。Unbelievable！ これがそうなんだ。そのカナ、よく触れるね。小さい頃釣りをした時に何度か触ったからね。ほら、マリとダイヤも捕まえてよ。餌がないと魚が釣れないよ。
ええ、わかりましたわ。あ、アンビリーバブル。ああ、キャー、ヌメヌメしたものが私の首筋に。ちょ、落ち着いてダイヤ、今撮るから。は、早く、早く撮ってください。はいはい、ほら撮ったよ。ありがとうございます、カナンさん。それとマーリーさん。スーリーダイヤ、わざとじゃないんだよ。そのあまりにも気持ち悪くて。カナン、二人ともそこまでだよ。時間あんまりないんだから。わかりましたわ。Thank you, カナ。それと、釣りの餌だけど、貝やエビにしよっか。それなら二人とも触れるでしょ。おう、それなら大丈夫ね。ええ、私も賛成ですわ。それじゃ、手分けして取ろうか。OK ね。それじゃあ、私はあっちの浜辺で探してくるよ。それじゃあ、私はあちらの岩場に行ってきますわ。うん。それじゃあまた後でね。これだけ取れれば十分かな。ちょっと足りないんじゃないかな。かな？もう驚かさないでよ。ごめんごめん。カナン、その袋は？これ？もちろん取ってきたカニとかエビとか貝だよ。あ、アンビリーバブル！どこでそんなに取ってきたの？この辺一帯かな。運動がてらこの周囲をずっと走ってたから。この周囲を走ってって、さすがカナン、すごい体力ね。あれ？そういえば、ダイヤは？ダイヤ？私は見てないよ。まだ向こうの岩場で集めてるんじゃない？さっき見に行ったんだけど、いなかったんだよね。いたた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 ！ダイヤ！あっちからね！ダイヤ大丈夫？いたた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 ！ありがとうございます。まさかこんなに小さいのに力が強いだなんて。おお、カニって泣くんだ、びっくりです。私も初めて聞いた。話では聞いたことがあったけど。もしかして、そんな、はあ、ビッグクラブです。あんなに大きいのは初めて見ました。あれならシャイニーに入れても問題なしです。というわけで、カナ、ダイヤ、あのカニを捕まえましょう。マリさん、本気ですの？私も賛成かな。あれだけ大きいカニだったら海の家で出すのに十分だし。カナンさんまで。これで行くよ。元気いっぱい行きましょう。ハグしてあげる。夢のように踊りましょう。さあ次だよ。ビクトリー。
にゲットて。これだけ集まったのならもう釣りの餌はいいかな。ならフィッシングに行きましょう。カナン、ダイヤ、誰が一番ビッグフィッシュをフィッシングするか勝負です。いいよ。でも初めてのマリには負けないからね。もちろん私も負けませんわよ。次ですわ。大物ゲットです。この引き結構大物かも。マリのサイズよりちょっと大きいかな。さすがはカナン、でも負けないよ。私にも来ましたわよ。また靴ですの。ダリアすごいです。靴釣り名人だよ。今度こそ。どうやら勝者は私かカナンのどちらかみたいね。まだですわ。でもダイヤ、今まで一匹も釣れてないじゃない。それはそうですが。ダイヤは相変わらず負けず嫌いだね。勝負ですわ。この引き間違いなく大物ですわよ。カナンさん、マリさん、見ていなさい。ほらダイヤ、もっと踏ん張らないと。そう言われましても。ダイヤ危ねって。気にしなく。それよりもマリさん、カナンさん、もちろん私たち3人が力を合わせればどんな魚だって釣り上げられるよ。それじゃあせーの。アンビリーバー。まさか。私もこんな大きい魚は初めて見た。呆然としてる場合じゃありませんわ。あ、そうだね。この魚を捕まえればシャイニーの材料コンプリートです。ブッブーですわ。これなら。さあ行きましょう。これで行くよ。これで元気いっぱい行きましょう。夢のように踊りましょう。ハグしてあげる。これで行くよ。これなら。これで。ビクトリー。カナンさん、マリさん、この勝負私の勝ちですわ。そうだね。だね。フィッシングチャンピオンはダイヤでーと、それじゃあそろそろ海の家に戻ろっか。この魚とかカニとかも調理しないといけないし。そうですわね。それにルビーたちも首を長くして待っているでしょうから。パーフェクトなシャイニーを作ってみせます。そのマリさん、本気でシャイニーを作る気ですの？
もちろんです。作るのはいいけどさ、値段はいくらにするの？やっぱり10万円。高すぎですわ。っていうかこの世界だと円は使えないですわよ。それは確かに。だったら直にしましょう。そんなの誰が買うのよ。いいアイディアだと思ったのに。これだから金持ちは。ん？どうしたのダイヤ？あ、いえ、その少し昔のことを思い出しまして、3人でスクールアイドルをやっていた時は毎日のように今のようなやり取りをしていたなと。あ、で、そっか、考えてみたらこうして3人だけで何かをするのは随分と久しぶりなんだ。2人が頑固だったからじゃない。ですわね。だからかな、ダイヤ、これからはその分を取り戻しましょう。私たちだけでなくチカッチたちと一緒にね。そうだね。引っ込み思案だったんですの？別にそんなことないわよ。ちょっと緊張してるだけで。大丈夫、きっとうまくいくよ。当然です。いいですか、イオさん、これからあなたたちの歌と踊りに全空が夢中になるんですわ。何でもやってみたら意外となんとかなるから。頑張りましょうね、イオちゃん。さ、それじゃあ練習始めましょう。私たちのシャイニーなステージのために。